の尿酸という利尿効果のある成分が入ってますから、まあ、あとお茶が大好きで昼間ガルガルとかですね、そういう方もやっぱり夜起きますので、ただ不眠症の方は必ず夜起きるので、睡眠状態の悪い方はですね、やはりいろいろなお薬にしてアルコールを吹かかけしない方がいいですよね。なるほどね。はい、わかりました。先生ありがとうございました。はい、はい、健康広場。長野県の柳田さんからのお便りです。腰からふくらはぎにかけてピリピリと痛むので、ラジオで耳にした通算と試してみることにしました。また大好きなゲートボールのコートに立てる日が待ち遠しいです。こういうお便りなんですが、このような座骨神経痛でお悩みの皆さん、再春館製薬所の通算等は5つの生薬を処方した医薬品です。腰の痛みなどを徐々に緩和していきます。無料の試供薬のお申し込みですが、0120-305-305、 0120-305-305 です。305が2回ですね。朝8時から夜10時まで、年中無休で受け付けています。この番組は、再春館製薬所の提供でお送りしました。いやー、活動うまかったな。さて、AM954 TBS ラジオ交通情報ですね。今朝の担当は臼井ひろ子さんですね。臼井さん、おはようございます。おはようございます。首都高速は交通量少なめ、目立った渋滞ありません。長期工事のため下りの堤通りの入り口利用できなくなっています。高速道路の方は上信越道、トンネル内の緊急点検のため上信越道の上下線中郷と上越高田の間、この後6時までの予定で通行止めになっています。千葉の立山道の上下線の君津と富津立山道、こちらの点検作業の通行止めは5時10分。